岩倉具教は、幕末の公家、明治期の官僚、家族。山城国教徒で、岩倉智美の三男として生まれる。母は、野口玉五郎の娘巻子。陽名は八千丸八千案。母親戦争に再死刑を4年に1月9日、東山道陳武士副総督を命ぜられ、兄の総督、岩倉智貞と共に、江戸へ進軍。同年5月20日、 大宇政党資ら川口副総督に任じられたが、同年6月6日若年で弁学につくため免税られ、帰郷。同月、勲行により、一家を創設し、道場に列せられた。同年7月15日減服して、昇殿を許され、影湯長官に任じられた。1869年6月ともさだと共に、佐賀藩抗地園館に派遣され、古べっきに学ぶ。 明治2年6月2日母親の先行により、焦点6200国を衛生化しされた。明治3年1月アメリカ合衆国へ留学、1873年には最初の日本人学生として、オックスフォード大学に留学、1878年1月に帰国。1878年8月20日、大乗関係少書機関、法生局専務となる。以後、 県大倉県少書機関、大倉県少書機関県大城関県、少書機関などを歴任。1884年7月8日、男爵を除爵。同年9月、外務書機関に転じ、ロシア公使館で勤務した。帰国して1890年3月に、宮中古文館に就任したが、同年10月に、病のため死去。ありがとうございます。